自己肯定感が低かった時のマッチは自分の身を削りがちだったんですよ。で、その身を削ってるのを相手に伝えがちだったんですよ。で、これ今になって振り返ってみると、その時のワッチはね、自分はこんなに身を削っているんだよ、あなたのために尽くしているんだよっていう、その一点で相手をコントロールしようとしていた部分があったなって今になると思うんですよ。今のワッチは本当に皆さんのお怒りのみんなのおかげで、あとはその家族とも頑張って向き合う時間をたくさん取ってきたから、その自己肯定感があまりにも低いっていう状態から脱することができたんですよ。なので、その人と向き合う時にはそのワッチはワッチでいいところもあるし、それは嫌なところもあるけど、まあそのいいところも嫌なところも含めてワッチだから、まあそんなに無理をしてね付き合わないといけない人と別に無理して付き合わなくていいっていう、そういう今気持ちになっているわけですよ。だから別にその仲良くしたいなっていう人が現れたとして、そのそんなにこう自分身を削ってますよっていうメッセージを発することは今のワッチはまあないんですよ。ただその自己肯定感が低かった時は、その自分は自分でないところもあるけど、まあそれはそれだしって思えてなかったから、なんかその相手に何か得を与えなければ自分はその存在できないんじゃないかっていう、そういうメンタリティだったんだよね、その時のワッチは。だから自分が自分のまんまで接しられない、接せないから、相手にいや、ワッチはこ仕事も全部調整して、あなたに会う時間をこんなに作って、友達とも遊びたかったけどその友達との予定もキャンセルしたよみたいな、なんか自分の洋服とかも欲しかったけどその洋服我慢してあなたが美味しいなって思えるような牛肉買ったよみたいな、結構そのアピールをめちゃめちゃするタイプだったんですよね。でも今になって思えば、そのアピールをすることで相手を振り向かせようとする、だからその相手をどうにかしようとするのってやっぱ相手をコントロールするっていうことじゃないですか。だからあっちそうだったなっていうのは最近になって思いますね。でそれで言うと、不機嫌な人っていうのも、その不機嫌だったりだとか、なんか悲しそうにしていることで相手をコントロールしようとしてるっていうところがあるんですよね。その相手をコントロールするのってさ、何々しなさいってこう強く言うことだけじゃなくて、その自分が思ったことをしてくれないことに対して私は不満を持っているよっていう、あの空気を出す。だから飲み会とかでこうみんながワイワイしてる飲み会で、異常になんかその自分はこの会楽しくないですの空気出す人とかいるじゃないですか。でやっぱそういうのっていうのは、もちろんもうその場が楽しくなさすぎて辛すぎてそうなっちゃうっていうこともあると思います。あると思うけど、その一つの側面として自分は調子良くないよっていうのをアピールすることで、その周りを変えようとする作用もあるとも見れるんですよね。だからでも人間そういうことしがちだよなっていうのを、まあ、私いろいろそのそれこそアドラー心理学とかいろんな本読んで、あ、なるほど納得、確かに私もそういうところあったなってこういろいろ思うところがあって、でそこから私がまあ心がけてるのは、相手を変えようとしないっていうのは心がけてるかな。その多分それは自己肯定感の高まりとともに学びながら身につけてきた考え方な気がするんだけど、結局相手を変えようとするとムカついてきたりとかするんだよ。なんでこの人こうしてくんないんだろうな、ああしてくれればいいのにとか、そういうので結構ムカついてきたりとかする、しんどいから。だからもう最近は、あーなんかやだな、この人のこの言い方やだなって思った時は、まあこれ配信はしょうがないよ。だってその1対今79人で喋ってるからさ、あの配信においてはその一個一個ね、これはこうしてくださいとか、この言い方はやめてねとか、これはこうしてくれたら嬉しいなって
理解は求めますよ。これはもうしゃあなし、配信の特性上ね。ただその1対1で関わっている場合においては、なんか相手を変えようってするよりも、なんか自分が変わった方が早いなというか、変わるというか、その人へのメッセージの発し方を変えるとか、やり方を変えるとか、会う頻度を変えるとか、会わなくても完結するようにするとか、そういうことだと思うんですけど、なんかそうしてから余計な摩擦が少なくなってちょっと楽になりましたね。わっちはね、まあやり方いろいろあると思いますけど、もともと正義感とかもちょっと強めだったのね。だからなんか嫌なこととかされた時に、なんかこういうことしない方がいいですよみたいな、あとなんでそういうことをしてしまうのでしょうかとか、すごい相手を詰めたりとかして変えてやるみたいなことも結構してたタイプなんですけど、何がいいかっていうのはさ、その人の持ってる世界とかさ、信じてるものとかさ、育ってきた環境とかによるじゃないですか。だからやっぱ言ってやることじゃないよなってね、思い始めたんだよね。もう配信の場合はしょうがない。配信はもう今1対83だから、これでバッチが変わり続けてたらもうわけわかんなくなっちゃうからね。